今回は僕と松島が2回目の対戦ということで、 そうなんですよ。みんなの投票で勝敗を決め、勝った方のリクエスト曲だけがオンエアします。え、未勝利なの？そうなの、俺やばいです。で、一周回ってきたからね。だっせぜもう今回は勝たないとちょっとそろそろやばいのよ。だってあのリクエスト曲ずっと変えてないって言ってたよね。変えてないです、僕ずっと流したくて。これいや俺も今回ちょっと流したいから本気出します。なるほど、じゃあお互い頑張りましょう。こなに、じゃあ俺から行くってこと？あ、これメールが来てんだ。お、メール来てる。北海道真島ひよこさんから。だって俺たちセクシーゾーンのコーナー、はい、そうちゃんだけまだ勝ったことがないですよね。そうだね。そうちゃんが選んだ曲を聴ける日はやってくるのかな、かっこわら、ね、皆さんのためにも頑張ります、僕。うわー、だからってなんかあのずるいのなしね。はい、大丈夫、そこはちゃんとルール守ってやります。いやいや、あなたに言ってないんですよ、リスナーに言ってるんですよ。あ、リスナー。OK、 じゃあこれどっちからやります？じゃんけんいきましょう。最初はグー、じゃんけん。いいよ、さっき僕から。じゃあいきます、うん、でもこれ一発目っていうのがね、なかなか、神奈川県処理カイザーさんからです。電車の中、隣の席でママに抱っこされた赤ちゃんがじーっとこっちを見ているので、にっこり笑いかけたら大泣きされてしまった時の一言。どうしようかな。いやいや、行きなよ。どうぞ。ねえ、ちょっと待って、あのごめん、もう一回やろう。いやいや、もうダメだ、もうダメだ、赤ちゃんの俺やって。いやいや、なんかもうダメだよ。クマくんが赤ちゃんウェーって泣いて、はい、俺ちゃんと接触。今のえーって何？気持ち悪い。お願い。おぎゃー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 ちょおぎゃーな、なんおぎゃー俺の、俺ちょっとダメだ、ごめん、ほんとごめん、ダメだ俺今日は。あー、え、怖い。え、終わり？いや全然、いやーじゃない、いや、ひどすぎる。これ難しいよね。